マリック・アレンはアメリカ合衆国のニュージャージー州出身の元バスケットボール選手。NBA で10シーズンプレーした。身長208センチメートル。体重116キログラム。ポジションはパワーフォワード。背番号30。2014年よりデトロイトピストンズのアシスタントコーチ。ピラノバ大学に4年間在籍。通算成績は9.0得点。 5.7リバウンド。同大学で1000得点500リバウンドとクリアした21人目の選手でもある。3シーズン目には14.2得点、7.4リバウンド、1.88ブロックの成績で、オールビッグイーストセカンドチームに選ばれた。大学卒業後、ドラフトにエントリーするも、指名を受けられず独立リーグの ABA で、長谷川誠らとプレーした。 01、02シーズンにマイアミヒートと契約するも、12試合の出場に止まる。02から03シーズンには、チームの主力選手として80試合に出場、うち73試合に先発出場を果たし、キャリアハイの9.6得点、5.3リバウンド、1.0ブロックの成績を残し、シーズン終了後再契約した。その後は、出場時間が減少。 04から05シーズン途中にスティーブ・スミスとのトレードでシャーロット・ボブ・キャッツに移籍、シーズン終了後にはシカゴ・ブルズへ移籍した。ブルズには2年間在籍、06から07シーズン終了後にニュージャージー・ネッツに移籍し、さらに07から08シーズン中にジェイソン・キッドを核とする大型トレードに組み込まれ、ダラス・マーベリックスへと移籍した。2014年から スタンバンガンディの元デトロイトピストンズのアシスタントコーチとなり、コーチングのキャリアをスタートさせた。ポジションはパワーフォワードだが、ミドルレンジからのジャンプショットを得意としている。ありがとうございます。